なかなかもう成り立たなくなってくるんですね。トルコの方だったり、イラクやイランの方に、まあ、クルド人もいるし、もう本当に過激派もいるし、ISIS もいるし、アサドもいるし、アラブもいるし、っていう、まあ、それぞれのまた連合もありますね。難しい状態。では米山さん の先ほどの今日お話ししたいことをちょっとお聞きしようと思うんですけど、はい、私ちょっとさっき1個だけここで聞きたいことがありまして、はい、お疲れ学生さん授業中に仕方なく寝てしまっている方が多いっておっしゃったんですけど、はいはい、何か学校として対策というのは出てるんでしょうか。そうですね、なかなか大学でということはできないと思うんですけれども、ただ私がやってることなんですけど、まあ、基本的に私の授業では、まあ、寝ているっていうことは出席してないと見なすのでということは言ってあるので、あそうですはい、大変厳しくしておりまして、まあ、家で寝る、寝なさい、大学ではちゃんと勉強しなさいということを言ってるんですけれども、はい、ただそうですね、ただまあなるべく学生の話を聞くようにはしてるんですね。というのはやはりどうしてもこう大学の教員というのは年配、まあ、私も含めてこうちょ若い人たちとちょっとかけ離れているので年代がですね、ですからなるべく話を聞いてどういう状況になっているのかということをつぶさにこう聞くようにはしています、ね。